ない形はね。カメラじゃちょっと映ってないさ、すごいです。似てるよね。ダイヤモンドヘッドの下で一回海入ったんですよ。あ、いっぱい入ったら、そこ大好きよ。一回入ったんですけど、誰もいなかった。そんな大したピークでもないですよ。一人で入ってたら、なんかめっちゃいかついハワイアンのおっちゃんが入ってきて、ボケみたいに言うんですよ。左？どこか分からないですよ。降りて左は割と。とりあえず誰もいないんですよ。腰ぐらいですよ。そのなんでボケって言われて、こんなこと言うと向こう行けみたいな、心を変わるだけやみたいな感じで言われて、もう何も言わなかったですよ。はいはいみたいな感じですぐ解いたんですよ。右のライトハウスっていうのは結構ちょっとでかくなるとエグい感じです。から下にシャワーっていいんだよね。クリフの下上も結構車止めれるし、ちょっと遠いっすよね。まあノースとかに行くのとかダメだな。あれだけやるかやらんかみたいな言われてたんですけど、やらなかったですね。一回ラニアケアですよね。あの、あれ今ちょっと違う、右の超良かった。夕方でも人もあんまりいなくて、ステイしてたら当たる時はあるみたいですね。パイプラインもちっちゃい時に1回だけ、ちっちゃい時はダブルぐらい。あれはなんか板がでか重い方がいいね。風強いと思ってなんか板軽くすぎてダメ。ショートで危ないよね。でもでかくなったらそでかいって言うと入ってないかわかんないけど、ショアブレークだもん。置いた時結局ぐちゃぐちゃすぎて何がどこやらわからなかった。全部繋がってた。
カレーだよ。
つ。ほら、電話に飲みすぎてる。小林明岡公園起きるまで。トマトでしょ。トマト。トマト。また言うてた。ダチじゃない。豚も来てんだよ。初めて飲むというか食べるご飯がこれで良かったっていう感じのスタートさっきのあのダイヤモンドヘッドクリフスまあ回収ですね。この先ですもんね。
Thank you.